るから。ブランドニューのテレビと VCR みたい。はい、ガイドの藤谷さんです。どうぞ。です。ガイドルームです。はい、どうぞルームの方を移してください。お花もございます。どうですか、新しいオフィスに変わった感想は。あ、とても静かでいいですね。眠くなっちゃいますね。寝ないでください。で、TV 企画セクションです。はい、あそこで、あそこで気取っているのがレニオ君です。笑, , 笑ってます。メラニーが手を振ってます。どうぞ。私あのアランドロン。誰に送るんですか。ATC です。はい、一言。じゃあ何かメッセージを。メラニーさんから。ちょっと待って。のこちゃんはレニアの不安です。メッセージどうぞ。メッセージはないですね。何か一言。みんな見ますよ。新しい机の感想はどうですか。使いやすいですか。とてもいいですね。使いやすいですけど、あいにく何も食べられないそうです。はい、食べちゃいけないそうです。です机の上で物を食べてはいけません。ちょっとひどいなんですけど。そうですね。大食いのレニオ君には。Please come and visit. ATC.ATC さん、please come and visit. ATC は来れませんね。あ、レニアの後ろに、ハルコさんがいました。ハルコさんがいました。やだな、それは。はい、はい、ATC の皆さんにメッセージ。はい、いつもお世話になっております。それだけ。それだけですか。なんか冷たいですね。ハルコさんは机が高くて困っております。足が届きません。足が届かない。ブラブラしています。足がちょっと届きませんね。次メラニーちゃん。 Hi メラニー。 Hello, how are you?お願いします。今のは何のお願いでしょうか。何をお願いしているんでしょうか。 Everything. Any message? Just hello and welcome to our new office. You're going to ATC soon. Yeah, I will be visiting you soon in March. Look out. Please be kind to me. Bye. Bye.バイバイ。これシェインです。今日ランチの後に買ったんですね。シェインカムバック。はい、何かメッセージ。メッセージございません。皆さんお元気ですか。いつもお世話になっております。はい、ここで V サインですね。はい、はい、20倍映るからやめてよ。はい、ここからあ、いました。カメラはインバウンドに入っていきます。 20% オープンするんです。ここから、はい、はっちゃんがコンピューターの前で気取ってます。恥ずかしそうですね。恥ずかしそうですね。変わろうか、僕が。何かメッセージを一言。どこに出すんですか。 ATC ですよ。 ATC? はい、ファックスはちゃんと送ってください。あ、もうなんかそんなこと、ね、仕事のことを言ってますね。常に仕事のことが頭にある。白井さんです。新しいオフィスになりましたか。うん、あ、じゃあここその後ろでウィリアムがなんか気取ってますね。エリメッセージ何でしょうか。 ATC に、はい、for ATC? Yeah. Oh, let's seeAsuka, Aoko-san, how was New York City? Haruka-san が病んでます。はい、話が中断されてしまいました。Okay, finished. May I have your autograph? ちょっと待って。Inoue-san. わかんない。ひろこちゃん。You're next. Okay. はい、次。はい、今度アップに耐えるみのぶさんです。アップに耐えます。
最近痩せましたね、ちょっと。痩せた。何をやらせるんじゃん。綺麗ですね。綺麗な机でしょ。綺麗ですね。はい。片付いて。何か一言。どうですか、新しいオフィスは。いいですね。ITC にも負けずとして綺麗らしいですね。なんだ、言葉をなくしています。もういいカット。じゃあ、ちょっと顔したからアップで撮ってみましょうか。はい。耐えられません。耐えられません。はい、こっち向く。じゃあ、向く。耐えられない。仕事してますね、珍しい。テープが無駄ですから、次行きましょう。動きが早い。ちょっと待って。ゆっくり動いてくれますか。はい。これ写真じゃないんだから動いてください。いやだけどさ、早いの。ひどく目がパチパチしてるでしょ。困りますね。ダメ。そんな専門家じゃないんですから。あ、でもデーブの机の上には美恵子さんの写真ないですね。ないですね。さっきありましたね、あちらには。あれはまあ彼女が。照れてます。その向こうに目だけ見えるのがトシです。すいません、仕事差し掛かさ。相変わらず真面目です。もしもし、あ、違う、まだでしょ、あの、友人、はい、まだやってない。はい、友人です。ちょっと待って、友人こっち。いつもファックス送ってるのはこの2人ですって言った。そうですね、この2人がファックス送ってくれてます。はい、マイコーで、綺麗にしてから落としてほしいな。みんな綺麗に落としてんじゃん。うん、のってあるね。はい、まなみさんです。みなみさん、こんにちは、久しぶりです。元気でしょ。そうそう、なんだか。はい、一言二言。ちょっと今日のファッションナイスですね。ナイスですね。今日のファッションナイスですね。相変わらずそれはアルマーニですね。私がっていうのはコピーです。忙しそうな机ですね。忙しそうな隣の、あの母子家庭と呼んでいます。いつもお父ちゃんが外に出て行っちゃって残される子供たち2人。忙しそうな。寂しすぎる。あの西日に当たる品川のあたりを。じゃあちょっとケンさんのアップを後ろから行ってみましょう。はい、頭のあたりも行きましょうか。そうですね、あんまり触れられたくない部分だと思いますが。はい、ケンさん。すみません。ケンさん、こっち。なんか謝ってますね。しきりと。何を謝ってるんでしょうか。やましいことでもあるんですかね。顔ちょっと映したいですね。ちょっとなんか固くなに拒んでますね。なかなか、ね、なかなか演出に凝ってます。何をやってるんでしょう。ね、何か一言メッセージを。ケンさん、はい、何か一言言ってください。どこを。 ATC の皆さんに。え、 ATC の皆さんに勘弁して。勘弁。なかなか大きいですね。はい、次、かおりさん。あら、かおりさん。これがかおりちゃんです。本当に持っていくの、それ。いつもお肌が綺麗で、すごいするお肌ですね。そう、額。何か、はい、じゃあ新しいオフィスの感想をしとったと。綺麗です。あ、何なんでしょう、この自分を織り込むこの違う。オフィスが綺麗です。そっかそっか。眺めがいい。こちらをご覧ください。じゃあバーイ。あ、恥ずかしい。さようなら。はい、その後ろに友人が座ってます。いますね。はい、また出てきました。また登場で、こちらはこの方は和子さんですね。ここはツアーアカウンティング。ツアーアカウンティングですね。はい、和子さん。ちゃんと撮ってるのわかんない。ちょっと。こちらはスミスお姉さんです。はい、いつもお金がいいです。もういつもお金に触ってるもんだから。ニコ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 しちゃって。バーイ。
忙しそうですね。うわいいですね。お金持ちですね。今日は大変売れたようですね。たくさん売れまして忙しいですね。お金をよーく崩してくださいね。恵子さん、ATC の皆様に一言どうぞ。はじめまして。勝俣さんだけにはお会いしております。そして不安になってしまった恵子さんです。はい、そうです。なんでそんなにもういいですか。もういいですか。じゃあ、はい、さようなら。ちゃんと収まってますか。はい。笑おせんですって。あなたの名前は忘れちゃいません。ちょっと今、ちょっと待ってますね。どっちを送るかな ATC なんかちょっと緊張のお持ちですね。そうかエリーさんちょっと見えないでエリーちゃんエリーちゃん、はい、これがハルコさんの娘1 娘1自慢の娘です。トモさんじゃあ行きます。今から紹介これがいつも電話でごたごたと話してるごたごた話してる、はい、これがトムさんです。トムさんです。クリコクリクリ坊主のトムです。今日はシンさんとユミコさんはいません。ユミコさんは日本で行って残念。帰るはず。そこがシンさんの席です。シンちゃん、シンちゃんの子供たちのお写真を写しましょう。あ、そうだそうだ、そこにあるよ。はい、可愛いから。はい。お父さんにそっくり。ちょっと待ってください。はい、シンちゃんの机です。二人の子供たちの写真です。しんちゃんにそっくりですね。かわいそうにして。はい。将来が不安です。マッキーは？マッキーはどっかいた？じゃあどっか捕まえるの？あった。どっか捕まえる。どっかいる。もしかするとガイドルームか。はい、こちらが。先ほどアドミニストレーション。うまく目立てない。見つかったから。これが三尾さんです。そうです。はい、三尾さん、H.S. の皆さんに一言。あ、さっきなんか言ったね。さっき言いました。うん、だから今回はパスして。じゃあパスしてください。そうです。はい、向こうに見えるのがカチカチ音。はい、お金。なんかここで。アンダーテーブル。そう。他のうちらつかせる。なりますよ。WTP の二人です。あれがシンジです。シンジさん。はい。何それ ATC に持ってるんだって。え、おや。あ、これは日本で放映されてしまいます。そうです。競馬新聞の。わ。競馬新聞だったの。あ、お色直しして出直してくればよかった。先ほど登場したマキさんの顔も見えますね。私は怒ってるんだ。ちょっと雲行きがちょっとなんかコミュニケーションがここら辺で、うん、メッセージは？そう、声も入ってるの？メッセージ、お金が欲しい。日本に行っちゃうのそれ。うん、日本に誰かいい人いないかしら。もう一度。日本に誰かいい人いないかしら。そこはカット。じゃあ、じゃあ三つ良い男性がいたら紹介してあげてください。あ、これがあの、はい、アドミニストレーションアカウンティングの部屋です。マネージャーの部屋です。支店をきれいにしようというスローガンのもとにしたんですが、私の部屋が一番汚いんじゃないかと思います。この部屋はちょっとポリシーがなさそうです。そのポリシーはアプライしないようですね。いえ、帰るときにはきれいに。仕事してるときだけ汚いんですけど、まだ片付いてません。申し訳ございません。いいですか？はい、はい、じゃあこの辺で、はい、さようなら。どうもありがとうございました。はい、江野さんです。江野基礎のマネージャーを一言お願いします。こうかな。先般はですね、お世話になりました。ありがとうございました。サンフランシスコ支店も新しくなりましたし、ぜひいらっしゃってください。私たちも頑張りますので、ATC の方にぜひ頑張っていただきたいです。よろしく。はい、どうぞ。それから、マニュアルに行かせてください。お、アキさん。アキコがマネージャーを見つけました。仕事しなくていいの？はい、どうぞ。はい。ATC の皆さんにメッセージを一言。ATC の皆様、よろしくお願いします。新しいオフィスです。
仕事進み具合はどうですか？まだまだです。皆さんにメッセージ。特にないです。